ムーンショット目標2050年までに人が身体脳空間時間の制約から解放された社会を実現することに関します研究開発方針を説明させていただきます今日のお話は三つございますここに書いてあります三つについてお話をさせていただきますまず最初に研究開発構想の概要でございますがムーンショット目標 2050年までに人が身体の空間時間時の制約から解放された社会を実現するということが目標ですこれはこの後に書いてございます「ターゲット1」と呼びますけど誰もが多様な社会活動に参画できるサイバネティックアバター基盤というものとターゲットの2と申しますけどもサイバネティックアバター生活という2つに分かれております。 でここであのサイバネティックアバターと申しますのは下に書いてありますようにサイボーグやアバターで知られる一連の技術 ICT 情報通信技術ですねロボティクスバイオテクノロジーなどを高度に活用したもので身代わりとしてのロボットや 3D 映像などを示す遠隔アバターに加え人の身体的能力 認知能力知覚能力などの拡張を含む概念でございましてソサイティー5.0時代のサイバーフィジカル空間で自由自在に活躍するものでございます。で最初のターゲット1のサイバネティックアバター基盤でございますが2050年までに複数の人が遠隔操作する多数のアバターとロボットを組み合わせることによって 大規模で複雑なタスクを実行するための技術を開発しましてその運用などに必要な基盤を構築するということが一つで、2030年までに一つのタスクに対して一人で10体以上のアバターをアバター1体の場合と同等の速度精度で操作できる技術を開発しその運用などに必要な基盤を構築します で2番目のターゲット2でございますがサイバネティックアバター生活についても2050年までに望む人は誰でも身体的能力認知能力、えー、知覚能力をトップレベルまで拡張できる技術を開発し、えー、社会通念を踏まえた新しい生活様式を普及させる2030年までに望む人は誰でも特定のタスクに対して 身体的能力認知能力および知覚能力を拡張できる技術を開発し社会通念を踏まえた新しい生活様式を提案いたします。で私は特に注意していってか焦点を置いていただきたい点はこの文書と目標というのは人間中心の研究開発を実施するということでございます。 もう一度言いますと私のこのムーンショット目標のポイントは2番目の研究開発の方向性でございますが挑戦的研究開発を推進すべき分野領域につきましては少子高齢化が進展し労働力不足が懸念される中で 介護や育児をする必要がある人や高齢者などさまざまな背景で価値観を有する人々が自らのライフスタイルに応じて多様な活動に参画できるようにすることが非常に重要になってまいりますで、それをやるためには人間が身体脳空間時間の制約から解放された社会を実現することが大きな鍵となります そのためにサイバネティックアバター基盤とサイバネティックアバター生活の実現を目指しサイボーグやアバターとして知られる一連の技術を高度に活用した人の身体的能力認知,的認知能力および知覚能力を拡張するための技術の研究開発を推進いたします。 我々がいろいろそれを実現するために考えました基盤の技術ですとかサイエンスの研究ですとか一連にまとめたものがここに書いてございますが必ずしもここに書いてあるキーワードに限るものではございませんので皆様方のもう自由な発想で提案を書いていただきたいと思います。で目標達成にあたっての研究課題でございますが まずサイバーネティックアバター基盤につきましては社会の至る所に配備され遠隔操作によりさまざまな仕事を行うことが可能となるようなアバターやその運用などに必要な基盤を実現するための研究開発が想定されます。で2番目のサイバーネティックアバター生活でございますが身体的能力 認知能力および知覚能力をトップレベルまで拡張できるような技術を実現するための研究開発が想定されます例えば例を挙げますと人の手足と同じように細かな動きが表現できる技師人と接触しても損傷を与えないソフト細胞人と感覚や動作をバランスよく共有できるアバター BMI ブレーンマシンインターフェースや行動認識で誤動作なく動かせるアバターという例を挙げさせていただきますこれに限るものではございませんので皆様方から重要な発想をしていただければと思いますで、二番目のお話でございますが募集選考の方針等についてお話をさせていただきます これは2050年までのシナリオと PM 採択時点からの3年5年10年目までのシナリオを提案していただきます提案されたシナリオなどの内容には2050年の目標達成にもつながること挑戦的でかつ革新的であることエルシーは エイィカル・リーガル・アンド・ソーシャル・イシューズの略でございますが倫理的・法的・社会的課題などの社会重要性を考慮いたしましてどのように社会に実装・適応していくのかという実現可能性の根拠も含めていいただければと思いますでこの図にありますように、まあ、通常のファンドですと研究ファンドですと2020年から3年目5年目10年目そして2050年というフォーキャスティングの書き方で 提案がができると思いますがこのムーン・ショットの提案におきましてはさらに2050年の社会像をまず設定していただいてそれがゆえに2020年のさらに10年目にはこれができてないと困るだろうと当然5年目にはこれができてないと困るだろう。3年目には 故にここまでできてないと困るだろうというようなバックキャスティングするような提案もぜひ含めていただきたいと思いますので、ま是、あ、非その辺をご考慮いただければと思います。で、この先ほど申しましたターゲット1と2につきましてご提案される方はターゲットのいずれか一方、あるいは両方にまたがる提案が可能でございます。で、もしあの1つの例ですが、えっ、ー、とターゲット1。 誰もが多様な社会活動に参画できるサイバネティックアバター基盤を提案する場合におきましては提案書の様式3におきましてムーンショット目標の2050年までに人が身体の空間時間の制約から解放された社会の実現として2050年の社会の具体的な実現イメージを含めて提案していただきたいと思います。 でその実現のためにこのサイバンティックアバター基盤を持ってどのように実現しているのかというシナリオも提案していただきたいと思いますでこの2つのチェックポイントにつきましては図表などを使った分かりやすい説明を歓迎いたしますで様式4の方では上記の2050年までのシナリオにおける3年目5年目10年目の マイルストーンととそれをを達成すするままでのシナリオを提案していいいたただきたいと思いますで次にターゲット2サイバーティックアバター生活だけを提案する場合でございますが提案書の様式3につきましては先ほどのチェックポイントの1と同じでムーンショット目標について2050年の社会の具体的な実現イメージを含めて提案していただきたい点と。 その実現のためにサイバネティックアバター生活をもってどのように実現しようとしているかというシナリオを提案していただきたいと思いますこれにつきましても図表などを使ったわかりやすい説明を歓迎いたしますで、同様に様式4の方はですね、サイバネティックアバター生活について2050年までのシナリオにおける3年目5年目10年目のマイルストーンとそれを達成するまでのシナリオを提案していただきたいと思います で3番目の最後の場合ですがターゲット1とターゲット2両方をまたがって提案する場合ですねこれにつきましては様式3におきまして最初のチェックポイントは2050年の社会の具体的な実現イメージを含めて提案していただくこれは同じでございますがその実現のために今度はターゲット1と2の両方をもってどのように実現しようとしているかというシナリオを提案していただきたいと思います。これにつきましても 図表などを使った分かりやすい説明を歓迎いたします様式4ではこれらに二つのターゲットにつきまして2050年までのシナリオにおける3年目5年目10年目のマイルストーンとそれを達成するためのシナリオを提案していただきたいと思いますでそれとあとあの PD としてお願いしたい点は 選んだターゲットにつきまして是非アバターなどで行うタスクの内容ですとか達成するための研究アプローチこれはサイバネティックアバター生活という生活の中まで関っていきますので人間中心の開発をするという意味で ICT やロボティックスだけでなく認知科学などの学際的なアプローチを歓迎したいと思います。 で各マイルストーンの3年目5年目10年目の具体的な達成目標国際的に通用する優れた研究開発体制を書いていただきたいと思いますがあの我々としてはこれに限るものではございません。で今まで世の中でですねどんなことがこのサイバネティックアバターに関する技術としてあったかといいますと。 私どもが2008年に大阪でやった実験の例をちょっと紹介したいと思います。こちらは遠隔で1人の人が操作してるんですが4台のロボットを操作してるわけですがここの通行人がそれぞれのロボットと別々にお話をするというような状況の中でもうすでにですねアバター的なものを開発してまいりました。 これがどのくらい難しいものかといいますとこれは1人のオペレーターが4つの対話ですねというのを一度に聞いていますとこれを遠隔で操作するということは大変に難しいということをどうやってタスクを管理するかというような問題を最初に解いたものでございます。 でもう一つ PD として選んだターゲットにつきましてお願いしたい点はこの提案というのはインターネットの国際社会で活用することを前提としておりますのでえ開発システムの国際的標準化ないしはそれに向けた活動をぜひ書いていただきたいで各マイルストーンでヘルシーやセキュリティなどの社会需要性の変化もどのように考慮されているかというのを書いていただきたいと思います。 社会需要性の場合はですねアバターだけを作るという供給者目線だけでなくて未来社会の利用者目線でぜひ提案をしていいたただきたいなぜならこの提案は人間中心の研究開発をお願いしてますので是非お願いしたいと思います。でヒントになりますのは内閣府が出しております人間中心の AI 社会原則というのはございます。 この中には基本理念として人間の尊厳ディグニティを大事にするという点と多様性とかインクルージョンということを大事にしましょうということとやはり持続性のある社会サステナビリティこの4つを理念として掲げておりますのでこういったものを参考にして提案を書いていただければと思います。 今日は3番目のお話として研究開発の推進にあたっての方針を述べさせていただきます PD のポートフォリオ管理でございますがターゲットのいずれか一方あるいは両方にまたがる提案でが可能でございますが目標の達成に向けましては作り込みの期間中に PD が採択した各 PM の計画を調整する場合がございますで、作り込み期間というのは先ほど JST の方からもお話があった点でございますで全体を申しますと提案,に記載提案に記載を求めるものとしては、まあ、2020年から2050年までの30年間について提案をしていただくんですが今申しました作り込み期間ですねこの赤い太枠で囲っているところにつきましてはシナリオとマイルストーンの明確化 合理的な推進計画及び予算計画の見直しを PD と PM の間で相談して調整させていただきたいと思います実施期間中のに別の研究アプローチを取るという段階的に違うアプローチを取るということも可能といたしますのでまあ、ぜひ考えていただきたいと思いますで最後ですがあの PM は関連する他の目標ですね の研究開発プロジェクトと情報共有を行いながら効率的効果的に研究開発を進めていただきたいと思いますで、PM 同士やまその下のパフォーマー同士の連携で相乗効果の高い取り組みを期待したいと思いますそれでかつさまざまな産業への貢献を目指してほしいと思いますし プロジェクトに民間企業自治体などの協力機関の参画が得られるような積極的な活動を求めたいと思いますのでどうかよろしくお願いいたします大変お時間あのご清聴誠にありがとうございました以上で終わらせていただきます